皆さんこんにちは、うぷ主です。今回は、私が出会ってみたい人についてお話しさせていただきます。ところで、なんで鉄道車両の写真なんだ？これは、とある大都会で走っていた車両が、とある地方で走っていて、大都会住みの方ならわかるかも？って思って背景にしてみたのさ。そっか、なら大都会住みの方がわかればいいな。そうだね。ということで、背景の画像がちょこちょこ変わりますが、何も気にせず聞いていただけると助かります。では、参ります。人は自分の決意だけでは、そんなに変わらない。出会った人の影響によって変わるもの。確かに、PPAP のピコ太郎はジャスティン・ビーバーと出会って大きく人生が変わった。噂によると、何十年も前に、世界を変えてやる。といった内容を言っていたようだ。出会った人があまりにも影響力がありすぎるために、急激な変化だったのだろうが、それでも本当に自分の決意にたどり着いた。なぜ、そういった人に巡り会えたのか？それは、インターネットが発達し自分を表現できる場が増えたからだ。一昔前はインターネットがあったとしても、SNS ネットワークは確立されてはいなかった。もっと昔になると、インターネットも携帯電話もなかった。そういった時代とは、もう違う。今は一定のルール等はあるものの、個人が自由に自分自身を表現できる場がある。私もその一人ではあるが、個人の影響力を活かせるのであれば、それを利用しない手はない。下手な組織や企業よりも、個人の影響力が勝ってしまうこともあるだろう。だから今、SNS ネットワークをどのように活用するのかが鍵だ。それをうまく活かすことができれば、宣伝費は必要なくなる。Facebook を活用して、焼き芋や業界では有名で、ブームの火付け役となった移動販売をしている事業主がいる。簡単に言えば、SNS をうまく活用する。多くの人と出会う。焼き芋が売れる。出会った人が SNS 上に情報を上げる。その繰り返しだ。インターネットは出会える人を変えることができる。物理的な距離感すら、無視をして出会えることができる。だから、ピコ太郎は変わることができた。私もその一歩として、東京から来た美容師小野田マーシーさんに出会ってみたりした。今はそんなに変わってはいないのだが、必ずもう一回は会うよ。今後は、その美容室で小野田マーシーさんに髪を切ってもらうよ。そうなる時は、もう首都圏に住んでいるかもしれない。そういう変化が必ずあるのだ。ちなみに、私が一番出会いたい人は中川翔子さんだ。ファンならコンサートなどに行くだろうね。でも、ファンではなく恋愛の対象でもなく周りが有名人と思い込んで接しているところを、私は、普通にいる綺麗な女性だ。ということで接したいからだ。だから、中川翔子さんに出会えたら、私は大きく変わることだろう。